はいどうも GO!GO!TV GO です今回はこちらに2色のカプセルがあるんですけども、こちらは仮面ライダーブッドバソール HOT08 弾で大当たりしたカプセルになっておりまして、こちらのクリーム色の方が激レアメダルのカプセルで、こちらの紫色の方が T2 ブッドバソールメダルのカプセルになっておりますで。一応今回は4回プレイしてきたんですけども、4回中3回大当たりで、1回超大当たりがあったという感じになっております。 ちょうどちょっと時間があったんで、エナジーアイテム演出集の、その動画にしたことのない演出のエナジーアイテムを使いながらやってたんですけども、大当たりしてよかったなと思っております。で、超大当たりも何気に結構久しぶりに超大当たりしたんで、めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、まあ、ちょっとここでお話しさせていただきたいんですけども、エナジーアイテム演出集の方も、一応、自分が今所有しているエナジーアイテムの、その演出の動画は全て抑えることができて、 でまあ、すでにその動画にしてあるもののエナジーアイテムも、まあ、できるものはちょっとまた新規で撮り直したいなと思っておりますので、まあ、なるべく新規で撮れるものは撮って、まあ、動画にしたいなと思っておりますのでとりあえず今所有しているエナジーアイテムで、まあ、演出が見れるものはすべて映像は押さえてある感じになっておりますのでまたエナジーアイテム演出集の方も随時アップしていきたいなと思っておりますのでそちらもよろしくお願いいたしますでは開封していきましょう はい。では、開封していきたいと思います。で、ちなみになんですけど、今回僕ちょっとこのカプセルの中で、一つなんかすごい違和感を感じてるカプセルがあるんで <laughs>、すごい楽しみなんですよね。はい。では、とりあえずまあ、こちらの激レアメダルの方から開けていきましょう。こちらは特に異変はないんですよね。なんか通常通りな、落としない感じなんで、開封していきましょう。せーの、ドン。おいいじゃない。仮面ライダーガタックハイパーフォームですね。こんな感じ。レアリティ5リタイプの 5900、5, 仮面ライダーカブト関連ですね。いやったー、多分仮面ライダーガタックめっちゃ好きなんで、これは嬉しいです。で、まあ一応ラインナップなんですけども、激レアメダルの方はこんな感じで、え全8種ですね、になっております。こんな感じですね。で、仮面ライダークーガのマイティフォームと仮面ライダーブラックが、確かこちらが、きらぼしメダルだったかな、になってるはずですね。レアリティ7のものになっております。こんな感じですね。 で仮面ライイダダダージオトトリニティががこれがダイキャスト製のメダルににななっってている感じになっておりますはい、ということで、T2 ブットバソウルメダルの方に行きましょうか。はい、では T2 ブットバソウルメダルの方に行きましょうか。で、まあ、これなんですけど、この2つは、こう、振っても何にも落としないんですけど、これだけ、もう、この、ゴとゴと落としてるんですよ。で、しかも重いんですよ。ということはですよ。 <laughs> ついに来てしまったんじゃないかと思っております。ということで、まあ一番最後に開けましょうか。こちらから行きましょう。せーの、ドン、ドン、お !G3 ですね。こんな感じ。仮面ライダー G3。これはタイプがないんで、ライダーパワーが7300の仮面ライダーアギド系ですね。こんな感じ。で、まあ今回のこちらの T2 グッドパソルメダルのラインナップは、こんな感じですね。 仮面ライダージオートリニティ、仮面ライダーアギト関連と、仮面ライダーカブト関連と、あとは仮面ライダーゴーストオレダマシー。おそらくこれがブラックダイキャスト製なんじゃないかなと思います。おそらくこのカプセルに石とかがつめられてない限りは、おそらくブラックダイキャストじゃないのかなと思って、すごいドキドキしております。はい、では2つ目開けていきましょうか。さあ2つ目。せーのドン。せーのドン。お、こちらは。 仮面ライダーキックホッパーですね。7400の仮面ライダーカブト系ですね。どうせ俺なんか。っていうそういうちょっとネガティブな仮面ライダーですね。矢車さんですよ。で、行きましょうか。この <laughs>。このもう振ってゴロゴロするこのカプセル。せーの。ドンドンおお来たし、重い。すごい重い。仮面ライダーゴースト俺魂し。 8000、仮面ライダーゴーストですよ。めちゃくちゃ重いし、このダイキャストのひんやりした感じが、このビニール越しに伝わってきますね。やったー。<laughs> ちなみにぶっ飛ばソールもうどれくらいかな。確か稼働開始した時の00弾はやってないんですけど、その後の01弾からはずーっとやってきてますんで、 何気に2年半以上ぐらいやってるんかなそれぐらいやってダイキャスト当たったの2個目ですよ <laughs>。しかも2個目がブラックタイキャストっていう。激レアメダルで当たったのは本当に初めて間もなかった頃に1回当たった以来、全く当たったことないんで、ダイキャスト2個目ですね。でちなみに、あの、きらぼしメダルは1回もまだ当たったことありません <laughs>。ていうことで、めちゃくちゃ嬉しがったんですよね。この なんか回して落ちてきた時にもう音が違うんですよ。コロッじゃなくてもガタンみたいな感じで追ってきて、おっと思って手に取ったら重いんですよ。来ちゃったよ、これと思って開封したら来ました。ブラックダイキャスト。かっこいいですね。もうこれは確実に使わせていただきたいと思います。はい、ということで、この音ですよ。<laughs> はい、ということで、またブッドバーソウルもやってきて、まあ当たりが。 出ればまた開封動画なんかも作っていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますで同じアイテム演出集の方もまた動画でき次第アップしていきたいと思っておりますのでそちらもよろしくお願いいたしますでは今回もご視聴ありがとうございました